次回はいよいよ最終回。綾小路君、何か言い残したことはない？今だから正直に告白するが、5つくらい言い残したことがある。今日はその全てをこの次回予告にぶつけてもいいか？あなたバカなの？どう考えたって時間が足りないわ。聞いてあげるから一つに絞ってもらっていいかしら。一つか。じゃあ聞かせてもらうが、この作品のヒロインって誰なんだ？お前か、櫛田か、桜か、伊吹や坂柳なのか？そんなこともわからないで今日まで主役をやってきた。バカなの？すまないと思って。一つ早計なのは、何も女子だけとは限らないこと。平田君や龍炎君、神崎君があなたのヒロインである可能性も排除しきれない。これはそういう作品だ。なるほど、男子もヒロインになりうるってことか。ただ一つ確かなのは、無意識のうちに心の中にいる人、それがあなたにとってのヒロインだ。あなたの素直な気持ちを聞かせて。素直な気持ち。実は俺、ずっと前からお前のことを。次回最終話、天才とは狂気よりも1階層分だけ上に住んでいるもののことで、ひょっとしたらあの小路が私のこと。盛り上がるのは勝手だけど、この作品のヒロインは軽井沢 K だから。え？